前澤さんが宇宙に行ってくれたおかげでいろいろ考察できるので、僕は面白くてすごい感謝してるんですけど、また前澤さんの質問集ですよね。その中から出てきた話から面白いことが分かってきたんですけど、質問の中で宇宙酔いがどうだったかっていうような質問があったと思うんですよ。で、それに対して宇宙酔いっていうのは2、3日でこう慣れてきたみたいな感じの話していたんですけど、その何かに乗り物に酔う、車に酔うでも、船に酔うでもいろいろあると思うんですけど、ここでちょっと遠洋漁業の船酔いの人はどうなるのかっていうのをちょっと調べてみたんですよね。ちょっとそれ調べたことなかったなと。で、一番最初に検索して出てきたのが、バイオ企業に就職し、上司の命令でマグロ漁船に乗船っていう経験をしている人なんですよね。この人が船酔いのことっていうか、その遠洋漁業がどんなものかっていうことを答えてるインタビュー記事があるんですけど、この中に船酔いがどうだったかっていう話が出てくるんですけど、めちゃくちゃ揺れると、とりあえず。お察しの通り、想像を超えるくらいむちゃくちゃ揺れるんです。私が乗った時最大で上下6メートル、上下6メートル。遊園地のアトラクションも顔負けです。波の音もザザーンじゃない、ドッコーンと。ものすごい船は揺れましたと。そういう話なんですよね。それで、船酔いがどうだったかと言うと、ずっと揺れてるうち、多少は船内の生活に慣れたりするのでは。いえいえ、全然です。航海が進むごとにある意味、航海も深くなってくる。この最初の航海は海に出る航海なんですけど、後の航海は悔いが残る航海の方ですよね。いや、そんなダジャレも浮かばないほど四六時中船酔いに悩まされていました。なので、やっぱり吐いちゃうわけですよ、と。それこそ深夜だろうが朝方だろうが、まあ寝てる時は大丈夫なんですけど、目が覚めた瞬間に、おえーと。これだけは慣れなかった。実際43日間の航海のうち吐かなかったのはたった3日だけでしたからね。43日間のうち吐かなかったのは3日だけですから。船に寄った場合でも、43日間かけても船酔いを克服することは不可能だったということが、この人のインタビューを見てるとわかるんですよ。遠洋漁業に出た人ですよね。これは何を意味するか。前澤さんが経験しているのは自由落下なんですよ。遊園地で言えば、最も恐怖感があるフリーフォール、バンジージャンプ。あれが永遠に続いてる空間に12日間いてますよと。まあ、前澤さんは超人なんでしょうね。その究極の状態。船が6メートル上下するっていうのでも、ザザーンじゃなくてドッコーンっていう、遊園地のアトラクションも顔負けレベルのものすごい揺れなんですよ。それでも上下6メートルしか上下しないんですよ。自由落下って、6メートルどころか無限に落ちてるっていう状態を続けるんですよ。それを前澤さんは2、3日で克服しましたとおっしゃってます。本当かそこはわかりません。僕は克服できるとは思いません。で、この遠洋漁業の人でも40何日間中、吐かなかったのは3日だけ。だからほぼ全ての日吐いていたと。で、前澤さんはトイレの紹介してたんですけど、トイレの便器のうんこを入れるとこってもう10センチぐらいしか穴ないんですよ。うんこはギリそこに入るかもしれないんですけど、嘔吐したことある人わかると思うんですけど、コントロールできますかと。吐きそうってなって、大の方は毎日やっているので、ある程度いつ出すか、抑えるか、コントロールできるんですよ、ある程度は。下痢の時はかなり厳しいですけど。でも嘔吐。人生で嘔吐するってそんなに多くないんですよね。年に1回あるかないか。コントロール不可だと思うんですよ。無重力の船内に吐き出してしまいませんか。船酔いでさえ43日間かかっても克服できませんと。でも、前澤さんはその船酔いよりも圧倒的に辛い自由落下の状態が永遠に続いているというものを二日ないし三日で克服したと。まあ、状況証拠的には完全に僕は黒のように思うんですけど、前澤さんが出してくる無重力の映像っていうのは、ものすごい説得力を持った完璧な映像なんですよね。だから、わからないんですよ。でも、
船酔いでさえ43日間中吐かなかったのは3日だけっていうぐらいのレベルなのに、そんなことってありえるんでしょうかと僕にはわかりません。相当僕は過酷な状況だと思うんですけど、サバの缶詰とか元気に食べていらっしゃいましたので本当のところはわかりません。以上、芸術を僕は。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。